エンジニア、マーケター、デザイナーの案件探しなら DYM テック。希望の働き方に合わせてご紹介いたします。詳しくは概要欄をご覧ください。はい、ララララ、山本です。井上です。タモさんのツイート深掘りドローン。今日のお仕事終わりですか？あ、今日の僕のバリューだったら終わりました。どういう企画ですか？これはですね、加納さんのツイートを深掘っていくという回になっております。おっそっ、恒例のやつですね。おっそっ、はい、宮迫市の牛宮城は困ってる姿を動画で流してアドセンスで50万かける動画数、話題性あるし動画にも映るのでスポンサーつけて月100万、金持ちファンや YouTuber 来てシャンパンや大食いやって売り上げ30万から100万1組、 EC や宅配で月200万、凡人たちの期待を裏切るがどう転んでも勝てる勝負に見える。言ってましたよね、牛宮城、うん、この数字はかなりね、どんぶり勘定っていうかあれですけど、宮迫さんの優遇状がうまくいくか議論、これは間違いなくうまくいくと僕は思います。で、なんでかっていうと、ここに書いた通りなんですけど、うん、はい、まずアドセンス何再生いくかによるけど、優遇状やばいですみたいな話をしてたら大体なんか何百万再生とか言ってるじゃん。言ってますね。100万再生は硬いよね、うん、ってなると 0. 点数円だったとしても30とか50万ぐらいは1動画でいくわけですよ。優遇状やばいですっていう動画を月に2本出したら、それだけで100万弱ぐらいはいくわけですよ。で、次スポンサーっていうのがね、つきますよ。なぜか焼肉屋なのにいくら払うか分かんないですよ。実際費用対効果あるか分かんないけど、結局世の中ね、よく分かんないけど金持ちっていうのはいるわけですよ、うん、はい、で動画にも映って応援してますっていうのが出たら得する企業っていうのあるわけですよ。だからまあ100万かは分かんないけど、極論じゃあ10万でって言ったら全員やるよね。確かに、ね、やります、ね、確かに。年収チャンネルスポンサーって言って、宮迫さんが牛宮城の実況中継とするときに毎回年収チャンネルのことを紹介してくれるんだったら余裕で払うよね、うん、10万だったら、うん、はい、50万だったらちょっと高いかなって思うけど、うん、僕らの場合は、うん、でも100万でも安いって思う人はいるよね。そうですね、うん、営業も必要だから100万もいくかは分かんないけど数十万絶対いくよね、うん、とこれで足したら月150とかいくよね、うん、ちゃんとやってればね、動画はね、うん、週に1本でももっといくよね。だから150から200ぐらいは、まあ、これで多分いけると思うんですよ僕。であとは宮坂さんが今まで培ってきた人脈っていうのは半端じゃないと思うね。だってどんな金持ちだって宮坂さん知ってて、宮坂さんと一緒に並びたいとか宮坂さんに会いたいっていう人いっぱいいるわけじゃん。世の中ね、金持ちの道楽の市場規模っていうのをちょっと甘く見すぎですね。だから例えば僕ぐらいの小金持ちですら優遇場に行ったら多少はシャンパン開けないとなっていう気持ちになるわけですよ、はい、これが毎日毎日今までのリスト死ぬほどあるわけだから、うん、みんな来るわけですよ。そしたら一組でも最低でも数万、多分10万ぐらい行くわけよ。会計が全部食べてみたみたいな YouTube 動画上げたらある程度は伸びるわけじゃん、うん、そんなのばっかぶわってこうさ、1ヶ月だったらさ、何組かそれだけでも多分何百万って売り上げになるわけ、うん、このインフルエンサーとか金持ちとかがとりあえず来て全部食ったりとかシャンパン開けるっていうのが多分しばらくは続くと思うんですね、うん、特に金持ちのシャンパンは多分見てる一般の人からしたらあんま想像つかない世界かもしれないけど、やっぱあるんですよ、お祝いシャンパンみたいな文化っていうのが。これがね、結構でかいと思う。で、最後その EC、 肉だからどこまで加工品で EC 販売できるかっていうところにもよるけど、うまくね、いいものを作って宮迫を含め周りの YouTuber とかがこれはうまいとか言ったら、地方の人からしたらさ、宮迫さんの店でいろんな YouTuber タレントとか来てて、その人たちうまいうまいって言ったら、まあ、買うじゃんみんな。買いたくなりますね。それで多分100万200万ですぐ売り上げると思うよ、うん、なんかその EC 向きの商品を作ればね、うん、でやったら結局焼肉の一般客がどこまで入れるかは別として、それだけでも数百万売り上げ作れるじゃんっていう話で、うん、で家賃それだけでも余裕でペイできていくよねという話ですね。だから1年は楽勝で黒字化できると。でもまあ飲食だから2年目以降が大事だよっていう話もあるんですけど、人口はね1億2000万人いますから、渋谷に行った時にハチ公前で集合みたいな感じで渋谷の観光スポットになるっていうのもありえるなと俺は思うわけですよ、うんうん、めちゃくちゃ高いわけじゃないわけですよ。しかもちょっと地方からしたら高いかもしれないけど、渋谷に来たらせっかくだから宮迫さんの焼肉屋行くみたいな感じになる人って多分たくさんいると思うんですよ、うん、そういう一元客がガンガン来るみたいな流れができたら余裕ですよね、正直、うん、マジで、うん、うまくいかないって言ってる人はなんでそう思うんだろうっていう。逆にこうつまずくとしたらどういったポイントがあると思いますか？まあいろいろ考えたけど、つまずくのはなんか分かんないねじゃあもうこのままやっていけばもう普通に。そうね、だってさ、俺がさ初めて牛宮城行きました、次の予約取りました、今度その牛宮城の予約あるから行くって言ったら秒で埋まったわけですよ、うん、まあ、次また行った時にまた次取りましたってなったら、1人じゃあ1万5000だけど来たい人いるって言ったら多分大抵みんな来たいんじゃない？確かに。あ、お前微妙。いや、誘われてないなと思ってその前回のやつ。山本の金銭感覚って普段そんな高いもの食わないじゃん、はい、牛宮城だったらどう？1万5000で、まあ、高いなと思いますけど、はい、牛宮城だったら行きたいな、行ってみたいって思うよね。だからこれがやっぱ知名度パワーなんですよ。
話題性あるから。だからこの予約を持ってたらみんなにモテるわけですよ。いいないいな行ってみたいですって言われるじゃん。ってことは同じような人間が100人いたらもう一生埋まるんですよ。でこれが一周するんですよ。大体今1年で一周しないと思うよ。でも正直1年以上多分かかると思う。1年2年とかで一周して、はい、その時に結局行った人が美味しくなかったとか連れてっても喜ばれないってなってったら徐々にちょっときついかもしれないけど、うん、まあ、逆に言うと美味しささえあとは上げていけば、まあ、焼肉だからまあ言ったら肉の質さえ上げていけば連れていけばとりあえず喜ばれる店だったら、俺がねよくいろんな寿司屋の予約とか取ってるけどそんなのより牛丼の方がよっぽど喜ばれるよね、うん、みんなに。だしもっと言うと金持ちが分かんないけどキャバ嬢連れてきますとかっていうのでもしばらく埋まるだろうね、うん、飯に使うお金なんてたかが知れてるわけだから金持ちからしたら、はい、だから連れてったら喜ばれる予約っていうのが多分その席数の人数みんな1ヶ月に1回とか2ヶ月に1回とか取ってるだけでずっともう予約だけで埋まるっていう感じになるんじゃないかなと思いますね。これね複数店舗展開するってなったらちょっと話変わってくるかもしれない。店舗だからこその価値あります。そうだね、はい、なので、まあ、僕はうまくいくというよりかは別に黒字化は余裕でしょって思う話ですね。ということで以上です、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。年収チャンネルでは年収ガイドブックを視聴者皆さんにプレゼントしています。フリーランス向けオンラインサロンもやってます。出演者募集中。概要欄をご覧ください。